こんにちは。今回はマグネットジェルのパーツ風ネイルを作ります。まずベースはベージュカラーを塗っていきました。一度塗り目を塗ってみて、もう少しベージュが濃いカラーにしたいなと思ったので、もう少し濃いカラーを選んで2度塗り目で重ねて塗っていきました。今回は少し茶色なパールのカラーを選んでいきました。この時ブラックを選んでもとってもギャラクシーっぽくなって可愛いですよ。まずはパーツ風の形にこのパールカラーを塗っていきます。ライトに入れて硬化をしていきます。そしたら今回はマグネットジェルなんですけれども、キャッツアイというシリーズからオーロラカラーを3色選んで使っていきます。キャッツアイは気まぐれキャットというブランドから発売していますよ。こちらのマグネットジェルはしっかりと中を振って混ぜてから使っていってくださいね。いつもならこのまま筆をチップに塗って使っていくんですけれども、今回はパーツ風なので、パーツ風の部分にだけマグネットジェルを使いたいので、パレットに出していきます。アート用の筆でマグネットジェルを取ってもらったら、先ほど塗ったパールカラーの上にこのマグネットジェルを塗っていきます。一色一色硬化してしまうと、最後にマグネットを当てた時に光が寄らなくなってしまうので、硬化しないまま3色マグネットジェルのカラーを一度置いていきます。色と色の境目を少し混ぜるようなイメージでグラデーションを作っていきます。そしたらマグネット当てていきましょう。こんな感じで光が寄ります。マグネットを外した後はすぐライトに入れて硬化をしてくださいね。ライトに入れず少しそのままにしてしまうと、せっかく寄ってきた光が戻っていってしまうので、なるべく素早くライトに入れて硬化をします。その後トップジェルを塗っていきましょう。まず通常のトップジェルを塗ってから、一度ノンワイプトップを塗って表面を仕上げていきます。ノンワイプトップは仮硬化をしてもらって、このマグネットジェルの上の部分だけスカルプやビルダー用のジェルを使ってぷっくり持っていきます。あんまり高さを出しすぎてしまうと未硬化になってしまったり、実際のハンドの施術の時だと硬化熱を感じてしまったりするので、高さを出す時は2度に分けて塗っていってくださいね。ぷっくりさせたところにだけノンワイプトップを塗って仕上げていきましょう。こんな感じでパーツ風のマグネットネイルが完成します。光を当てる角度が変わると、このパーツ風のぷっくりした中が七色に光るので、とても実際見てもらった方がこれとても可愛いんですけれども、不思議なネイルが出来上がります。こんな感じで指によって配置やバランスを変えるととっても可愛いですよ。あと先ほどちょっと説明したベースをブラックにしてもらうと、こんな感じでギャラクシーっぽくなってとっても可愛いですよ。こちらは実際に施術した時の写真です。今回も見てくれてありがとうございました。またね。